ボミーやっとさあいつが喋ってるところをちゃんと見れたわ。ね、怪しかったね。ちなみにボミーの意味知ってる？知らない。ゲロ、ヘド、ボミー、あ、おーっと、うわ、そういうこと。へえ、家族でそういうネーミングなんかちょっとかわいそうだけど、ボミーとイコールハク。へえ、オート一家やばいな。名前そう聞くとちょっとやだな。名前面白いよね。ネーミングセンスあるわ。ベジータとブルマでベジタブルなの、すごく、あ、すごい。そう、え、そう、え、すごくないそれ。天才じゃん。偶然たまたま？いや、最初からくっつけるつもりだったんじゃないの？ベジータの弟にターブルってやつがいる。え？あれ、じゃあブルマたまたま？最初はベジータ消す予定だった。消さなくて正解。ベジータ消す予定だったの。人気が出ちゃって、すごい人気出たから消すのやめるかってなったってことか。先生はベジータ人気出るとは思わなかった。へえ。先生はベジータのこと、こんな変な髪型のやつ人気出るわけない。こんな変な髪型のやつ人気出るわけない。おもろすぎるな、その話。コアラベジータすごい好きだけど、 MG ってでも言われてたりもしたしな。そういうの聞いたり、なんか裏話とか小話的なの聞くのおもろいペコだね。クリリンもすぐ退場する予定、嘘だろ。ドドリアさんも好きだったのかなって、どうだろうね。ドドリア別に好きに、いやでも多分キャラに対しての愛は絶対持ってると思うから、そりゃさ、生みの親だからあれだけど、どうなんだろうね。ドドリアさんは好きだったんじゃない。タオパイパイ忘れてた、マジか。先生結構キャラ忘れてる。まあでもたくさんキャラクター描いてたりしたらね、忘れちゃうこともあるよ。ランチどこ行った、確かにランチってどこ行ったの。言われてペコーラもふと思い出したわ。自分で作ったブロリーも忘れた。え、ブロリー忘れることある。あー、なるほどね。二重人格か、そういうことか。いろいろ触れづらくなるっていうことね。スーパーサイヤ人3を2だと思ってたよ。嘘だろ。 GT の意味はごめんね鳥山先生。え、そうなの。ドラゴンボールごめんね鳥山先生ってこと。え、そうなの。それはでも、おい、ふざけんなよ。ペコーラがさ、小話いろいろ知らないからってやめてよ、変な情報さ、すり込むの。有名なデマです。怖っ。グランドツーリングって意味なんだ。グランドツーリングってどういう意味。偉大なる旅路。うわ、かっこいい。え、ウサダペコラ GT にしようかな、これから名前。いいな、名前それにしようかな。かっこいいな。うわ、そういう知識ってどこから学ぶんだろう。すごいな、面白い。こういう小話聞くの楽しいわ、マジで。ウサラペコラ復活の P。 ペコラ死んどるやん。復活配信の時にぜひね。あ、ありだな。復活する時にペコアナがさ、なんかお休みいただきますって、で数ヶ月経って復活しますって時に復活の P ってタイトルにするわ。劇場版復活の P、 これにするね。ゴールデンペコラ、マッキンキンになって戻ってくるか。